山形第二から1767年9月14日は、江戸時代中期の儒学者、思想家、野沢氏の出自。名は、正邸。字は小久氏。通称を、軍事の地第二と称した。以後は柳草、柳宗ほらひとし。戦国時代に、海、武田氏の不大家臣である、山形正景の子孫であるという、海の国駒郡北山筋。 篠原村に生まれたと言われる。父が、与力の村世家を継ぎ、甲府もも市長に移住する。山崎安西の流れを組む鏡光明、太宰春代の弟子である藤田の五味釜川に学び、1742年には、京都へ留学する。医術の他に、儒学も治め、貝山梨郡へ、小川原三郎神社の宮寺となり、尊老上位の思想を説いた。 1750年に村瀬家を継ぐが弟の起こした殺人事件に際して改役され、老人となる。山形家に戻りなお、山形正邸と改め、1756年頃、江戸へ出て医者となる。江戸幕府若年寄りの大岡忠光に仕え、大官として勝浦に赴任する。忠光の死後は大岡家を辞し、江戸八丁堀長沢町に死塾。 柳草を開き、古文字学の立場から、儒学や平学を講じた。上野国小畑藩家老、吉田玄馬など多くの小畑藩主を弟子としていたことから、小畑藩の内紛に巻き込まれ、1766年門邸に、無本の疑いがあると幕府に密告され、逮捕されて、翌年の1767年門邸の藤井、右門と共に処刑された。新論。 天教発毛をはじめ、天文学、音楽、医学など様々な分野の著作を残している。漢詩も作る。坂織村の坂織具に山和岳を称える碑文を残し、1766年には、東守森に音立花姫を称える石文を混流している。流古神論は、趣旨学的な大義名分論に基づき、官僚批判などを展開している。1921年、 記事に混流された山形神社に祀られており、境内には、墓所があり、設置されている民族資料館には、自筆書状などの遺品が収蔵されている。戦後には1967年に、明治維新100年、山形京市200年を記念して、一井三郎、竹内義美、鶴見俊介らにより、東京都新宿区、船町の前哨寺に記念碑が混流された。2013年には、 竜王駅南口に銅像が建てられた。山形第二墓所山形第二銅像、三井公子家費山形第二の代表長所。1759年に脱交。死脳交渉は、階級ではなく職務上の分担と人間尊重を唱え、尊老上位を記した書。江戸期において一般には流通していないが、1855年に、長州藩士、吉田松陰と、そう、 宇都宮木林との往復書館において、松影が流古神論の釈用を望む記述がある。松影の倒幕思想に影響を与えたとする説もあるが、松影が実際に流古神論を読んだ確証は見られない。1767年に江戸幕府に対する無本などの罪で山形第二、藤右門、兄の正輝らが捕らえられ処刑された倒幕思想の先駆けとなる事件。 幕府に対し最後まで大義名分を時き政復興、唱えたとされる。山形神社山形神社は、山形第二を祭神として、山梨県開志篠原に鎮座する神社である。また、山形第二は、江戸に塾を開き、儒学、医学、閉学など多くを伝えたことから地元では、学問の神様とされ合格祈願、学業成就を、主に参拝されている。 1880年の明治天皇山梨御巡行に、祭祀、山形第二の祭典執行について、祭祀料が6月21日に賜われるとともに、6月22日には、金剛寺の山形第二の墓地に直死が使わされている。1891年12月17日には、特使をもって、聖恩位が追贈された。1901年には、 山形神社創設を目的とし、山梨県知事を総裁とする山形会が設立され、築地寄付金の募集が行われた。その後、1919年9月8日に、山形神社笹布建会が設立され、1921年に、山形第二の墓所がある、中駒郡竜王村篠原の金剛寺林設地に、社殿が造営され神社が創建された。山形神社は、 甲府市の武田神社などと同様に1921年9月21日に県社に列せられ、1933年11月26日に発足した山形神社法参会によって運営が行われた。武田神社と比べて、現在は県内における知名度は劣るが、当時の例大祭では露天が並び神楽や相撲大会をはじめ様々な行事が行われ、 戦前には、地域の竜王尋常高等小学校などの早朝、参拝が行われ、出生兵士を送る壮行会や親善報告が行われる場として機能していた。戦後には一度法参会が解散し、1964年には、当時の竜王朝が新たに法参会を発足させ、歴代町長が法参会長を務め自治会単位で理事が選出され、 古くからの総大会と共に、神社運営に当たっている。現在例大祭は、神社が、創建鎮座された日にちなみ終分の日に行われ、山形第二に奮した、仮想行列や御腰が参道を練り歩くしの、第二学問祭が盛大に開催されている。1935年4月から使用が開始された第四期、国定教科書、尋常小学国資下館において、山形第二と、 尊亡論に関する記述が削除され、これを地元の三井講師が同年6月3日付、山梨日日新聞において告発した。三井の告発に橋を発し、山梨県の政治家や教育関係者、郷土視野などが教科書における第二の記述復活を求めて運動を起こした。三井は山日市場の告発において抹殺の表現を用いて、 文部省の処置を批判しており、以後記述復活を求める運動や、新聞報道などにおいて、抹殺の表現が多用された。また、三井は1911年1月から3月に、かけて起きた、第二、抹殺問題と同様に教科書の記述をめぐる、騒動である、南北朝清春問題にも言及しているほか、国体名庁の表現を用いており、自局の影響が見られる。 三井の告発を受けて県外外では諸団体の結成や第2に関する文献の刊行論考の発表が相次いで行われた。山梨県教育会は1935年6月14日に教育関係者や郷土視野など23名を委員とする改正国史教科書調査委員会を設置し、文部大臣に対する上申書の作成や文部省へ対する 質問書の送付を行った。同年8月31日には、文部省から、県知事宛に質問書に対する回答が送付されたが、教科書本文への記述復活は確約されなかったため、運動は継続した。翌1936年6月14日には、明林会及び、山形神社が中心となり、山形第二憲章同盟会が組織され、名取中愛が会長となった。 同会は、第二の自責を教授することが、国体名調に直結するという論理を展開し、中央に向けて運動を行った。また、中央においても、抹殺問題以前から存在していた、在京山梨県人による山形第二先生意徳権紹介が問題を受けて、運動を開始した。問題の告発を行った三井は、 山日市場に告発文が掲載された1935年6月3日に文部省図書局編集課長藤岡次成と面会している。藤岡は難易度の問題や尋常小学校では日本史の総論を教授するため人物中心で高等小学校では格論を教授するため実験中心で取り上げる文部省の教科書編纂方針を説明し、 三井はこれに対し尋常小学校では、学派体系よりも、個人の思想、行動に重点を置いた教育を行うべきと反論している。同年7月には、郷土市屋で、第二研究も行っていた、村松志向が、知人の東京高等師範学校教授、橋本重芸次郎を通じて、文部省の意向を打診し、文部省図書局長、柴田徹氏は、藤岡と同様の説明を行い、 年表における記述は編参官と相談する旨を回答した。さらに、同年7月8日には、和田忠氏山梨県学務部長が文部省を訪問し、柴田図書局長に面接次第に復活について、山梨県内の情勢を述べ、復活を要求した。国定教科書における山形第二の記述を復活させることが決定した時期は明らかではないが、 1941年3月31日発行の第5期国定教科書、小学国史人情歌謡外科において記述が復活した。なお、第2とともに記述が削除された、竹内式部の出身地新潟県においても運動が発生している。墓地づき、P2 石川、P17 石川、P17。ありがとうございます。